敵なお衣装ですね。ありがとうございます。一応意識してこれを選びました。ハリーポッターを意識して、はい、はい、そうです。素敵です。はい、綾瀬さんかなりのハリーポッターファンだと伺ったんですが。はい、ですが幼少期の頃でストップしていて、でも多分高校生ぐらいの時だったと思うんですけど、大好きで劇場に見に行ってて、DVD を買って1、2まで持ってます。あ、2まで。その後はどうしちゃいました？その後なんかだんだん大人になってってからはちょっとこう遠ざかってしまいました。あ、そうなんです。そしてまた今回ハリーポッターと呪いの子に戻られたということですね。はい、なのですごく楽しみに今日はしてきました。注目してみたいっていうポイントはありますか？あ、でもやっぱり映像で見るこう魔法の世界がどんな風にそれが再現されるのかっていうのはすごい楽しみですし、あとこう空を飛ぶシーンとかあるのかなとか、うん、そういうのもちょっと楽しみにしてます。もし魔法が使えるとしたら、綾瀬さん使ってみたい魔法ありますか？あ、でもやっぱ杖で空飛んでみたいですね。ほうき、杖か、ほうき、ほうきで、はい、杖だとちょっと落っこちちゃうかも。杖だとちょっとちっちゃすぎますね。はい、これからのご感激となりますが、最後にお気持ちお聞かせいただけますか？はい、集中して味わって楽しみたいと思います。行ってきます。